こんにちは。こんにちは。アーティストの青山です。原良介です。よろしくお願いします。今回は、この札幌国際芸術祭にこの2人で、31という展覧会企画に参加する予定でした。で、じゃあインタビューをじゃあやりますね。まず、じゃあ青山さんからじゃあ。うん。答えていきますか。どんな作品を構想していましたか、はい、どんな作品を構想して…で、制作はどの段階まで進んでいましたか。なるほど。まあ、我々は2人でその北海道の三岸幸太郎美術館を担当していたんですよね。で、その三岸美術館でどんな作品を、自分たちどんな展示を構想してたかっていうと、まあ、その前に何だろう、三岸幸太郎の説明が必要なのかな。三岸幸太郎美術館っていうのは、北海道立の道立、これちょっと ぐだってんな。これ大丈夫かな。このまま進む。行きましょう。北海道立近代美術館の、付属の三岸幸太郎美術館が、会場の予定ですね。まあ、そこでなんか三岸幸太郎美術館でその三岸の作品と一緒に何かをや、してほしいという依頼が最初にありまして、で考えたのは、三岸幸太郎の作品と自分と、ここにいる 原君の作品を、まあ、一緒に展示すると、一緒に展示するためにどういうコンセプトが必要かっていうところからまずスタートしました。で、結論から言っちゃうと、なんだろう、自分たちの作品だけじゃなくて、いろんな人を呼び込んで、グループ展を企画しようと。だから我々は作家でもあるけど、キュレーションをする立場として、展覧会を作り上げようと、いうことで、で我々が立ち上げた企画というのが、31という企画です。で後ろにあるのがそこの、その展覧会の企画の、ためのドローイングというか、なんだろう、インストラクション、そうですね、企画書みたいなドローイング。31のその理由っていうのは、まあ、溶接の画家といわれる三岸幸太郎が亡くなった年ですね、31歳に亡くなっているので、その31、亡くなった年、その31という、まあ、年齢をそのまんまテーマとして、まあ、展覧会できないかっていうことですよね。それで、まあ、今回企画した内容が、まあ、そのあらゆる31歳の作品、まあ、今回は北海道札幌での開催ということなので、まあ、札幌市もしくは、まあ、北海道道内の中で31歳と作品出せるだけ集めてほしいっていうのが、まあ、一番最初の大枠ですよね。一番最初の大枠は31歳でアンデパンダンやろうっていう、まあ、そうですか、まあ、アンデパンダンね。なんででも31歳かっつったら、ミリシってやっぱりすごい溶接の画家だけど、31年間の間っていうか31年間で画業がどれくらいの長さか分かんないけど、ずっとチャレンジを繰り返してきて、まさになんか絶頂って時に亡くなったんですよね。でその考えた時に、31歳って、ある意味じゃもう感性の絶頂、絶頂期なんじゃないかと。で自分たちの、僕は今今年46だっけ7だっけ47だ。で原君が44だよ。あれ40、あれ今年5になる、今年45でしょ。今年47にもうなってる。ああ、そうかそうか、なってるね。でまあ言ってみたらさ、だいぶ31歳から時間は経ってるわけだけど、じゃあ31歳の時何やってたかなっていうのを考えた時に、やっぱり結構作家としてまだ駆け出しだけど、こうある種の部分では今の方がもちろんいい作品作れてるかもしれないけど、ある種の部分ではなんか31歳当時の感性っていうのかな、物の見方っていうのはみずみずしかったかもしれないなっていうのを仮定して、そう、だからね、なんかちょっとあれですね、ここで話したいのは、でも31歳の企画を立てるって時に、でもまあ大体大筋でこの2人で意見を統一してやってる中でも、結構こう一方でこう31に対する思いで結構違うところもあったんですよ。あるある。そこをちょっと簡単にここで言っておきたいですね。
だからあれだよね、なんだろう、僕なんかは31歳、例えばミュージシャンがさ、ロックミュージシャンが27歳で死ぬ人が多いんだっけ、カート・コバーンとかジャニス・ジョプリンとかさ、そう、ね、そう、それみたいになんかもうね、ミュージシャンのその若さの感性の黄金期を27とするんだったら、うん、ね、アーティストにも31歳っていう、まあ31歳があるかどうか、アーティストのその感性の絶頂期があるんじゃないだろうかっていうのを仮定して、それを考えた時になんか31歳、うん、なんかまさに31じゃないかと、そう、まさに31じゃないかと思って、うん、で31歳の時の作品を集めたら、みずみずしい感性の、うん、もう最高傑作ばっかりが集まった、うん、もう全員がカート・コバーンみたいな。実際だって相葉さんの作品、31年の作品ってそういう、なんかやっぱりポイント、うん、ターニングポイントのようなものターニングポイントあったあった。うん、僕は、ね、ずっとその学生時代からイギリスに住んでいて、で、そう、31歳で、まあアート始めたのもイギリスだったんだけど、うん、31歳で日本に帰国するのを決めたんですよ。うん、で、その時に、作った作品が東京の朝っていう作品なんだけど、それはもう本当に、もう今だったら作らないような、うん、もう、うん、なんだろう、叙情的というか、その日常の一番の、その、なんつうの、自分が美しいと感じた瞬間をそのまま作品にしたような、今だったらちょっと恥ずかしくてできないような作品だったんだけど、その当時は、ね、自分の中で結構最高傑作だなと思ってる作品。そうなんですね。原君の場合は31歳どう？いや、なんか自分の31、もうもちろん、初個展、うん、コマーシャルギャラリーの初個展が31だったりとか、あるんですけど、うん、なんかまあ、自分がこの展覧会にかける思いというのは、そのまあ31の、に対する物語、うん、そのそれぞれの物語は、こう、もう、なんだろうな、もう、屋号に見えてしまうので、うん、逆にもう、いかにも、本当に、ただ31っていうきっかけだけ、31ってだけで、うん、もうそのそれぞれの作家の ね、それまでの歴史コンテクストなんかをもう、うん、とりあえず置いといて、ひたすら無機質にただ並べるだけでもう、うん、もしかしたらものすごくいい展覧会になるんじゃないか。例えばそれはだから並んで初めて起こることだと思うので、うん、まあ、それを見る人によっておそらく見え方は全然変わるだろうし、例えばある捉え方をするとその31にいろんな共通点が見出されたりとか、それはだからまあ自分の中での31の出来事を一歩置いといて引いても、その並ぶだけでもいくらでもこの31っていう企画には魅力があるんじゃないか、そういう可能性があるんじゃないかと。だからなるべくその31のこう純度を高めておくというか、だから余分なこのキュレーションだったり思惑を一切こう排除して、本当に31を並べるっていうことによってこの企画の強度が生まれるんじゃないかなっていう期待が、まあ、自分は結構そこには強い期待がありました。まあ、だから29歳でもっといい作品作ってようが、32歳でもっといい作品作ってようが、そう、もうそこはもうドライに31っていうのを切り捨てることによって見えてくるものがあるっていうことね。それもすごいよくわかるというか、うでもそれにはやっぱりさ、もうめちゃくちゃ数が多い、作品が数が多ければ多いほど多分強くなってくるね。そうですかね。だからもちろんその結構その、ね、この作品の点数、実際集められる具体、ね、現実的なその集められるその数、うん、とのバランスの難しさっていうのはありましたね。うん、もちろん途中で話は止まってしまった、コロナで止まってしまったんですけど。でも最初は、その、だからこそそのアンデパンダンをやろうとしてたんだよね。うん、そうですね。まあ、できるだけ作品が多くて、うん、っていうことだね。うんうん、ちょっとじゃあ質問の次行きましょうか、これ。うん、サヤフのテーマ、オブルーツ&クラウズ、ここで生きようとするについてどう考えますか。うんうん、これはじゃあ自分から、まあ、まあすごくなんかポエティックな、うん、いいタイトルだなと思いました。でなんかね、自分がねこれをこうこのオブルーツ&クラウズですぐピンと浮かんだのが石川啄木のね飛行機という詩で、うん、なんかまあ飛んでる飛行機と、まあそのすごく貧乏な暮らしをする母と少年の2人暮らしの少年の生活をまあ描いた詩なんですけど、でこれ全然全く関係ないんですけどね、もちろんこのルーツ&クラブ、うん、まあ、石川啄木はただまあ北海道に住んでいた経験のある人ですよね。うん、でただその詩って、うん、この詩は もちろん、いろんな捉えられ方がある詩なんですけど、うん、そのまあ
貧乏で、そのでもしっかり頑張って生活する少年の、うん、そのジベーターを這うような生活と、うん、まあその高く飛ぶ飛行機、うん、見よ今日もかの青空に飛行機が高く飛べるよ飛べるよっていう詩なんですけど、まあそのまあ飛行機雲、飛行機が高く飛ぶ、そのまあ青空の中の飛行機というのは、その何だろうな、自分がこれ感じるこの空間のスケール、うん、物理的な空間のスケールをこの詩はすごい出して、やっぱすごいなと思うんですね、うん、でなんかね、このオブルーツ&クラウドを聞いた時に、もうやっぱりそのもうこれ あらゆる大きい解釈が取れるね、うん、タイトルだと思うんですけど、一方でそのなんか石川拓君じゃないけども、そのなんかこの展覧会、まあ実際にその31歳作品がもし集まったとしたら、その視点でそのなんだろうな、その一歩を見るとその空間的なスケール、その北海道の大きい地でそういうスケールみたいなものをうまくなんかね込めることができるいいタイトルになるんじゃないかなっていうなんか期待があります。自分アムさん、俺はこの展覧会がここにも書いてあるけど、そのね31歳時の、あ、まあ基本的にあらゆる作家の31歳時の作品、ミリー氏が死んだのが1934年の7月1日なんだけど、1934年以降のその31歳の作品を全部集めようって展覧会でしょ、うん、で、オブ・ルーツ&クラウズって言った時に、やっぱりこれダブルミーニングがあって、ここで生きようとするっていう、それはまあ結構異訳だなと思ってるんだけど、うん、まあ一つそういうテーマがあると、他にはやっぱりメディア系のね、キュレーターのアグさん、はい、アグさんがなんか最初につけたタイトルで聞いたんだけど、うんうん、やっぱクラウズにはそのね、まあ、言ってみたらクラウド、ネット用語の、ね、クラウドがもう入って、うん、言ってみたらそのルーツとクラウドの中にはさ、その、なんだろう、トラディショナルなものから、もうすごい現代のテクノロジーまで両方含まれてる気がして、うん、だからその31歳のそのね、まあ、1934年から現在2020年までの間、表現がどんどん多様化して、アップデートが多様化していく中で、そのいろんな、ね、映像だったりテクノロジーとか入ってきて、うん、そのある意味ドメスティックな表現のミリシ、ドメスティックな作家のミリシ、ペインターのミリシから、うん、どん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 こう広がりのある最後には多分メディア系の作家とかも入って完成するような、そのなんかダイナミズムが見せられるのかなっていうのが一つ、うん、とあともここで生きようとするタイトルに関しては、僕は30歳でイギリスから日本に帰ってきた、さっき言ったけど、それこそもう日本に帰ってきてここで生きようとするって決めたのが31歳だから、だからそういう意味じゃ思い入れの深い、うんうんうん、深くなりそうなタイトルかなと思って、うん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 、あとダイナミズムとか、ね、スケートとかそういうのはやっぱありますよね。そうそうそう、このタイトルに、ね、そうだよね、やっぱりそれとルーツね、なんかその地に根ざしているものとクラウズ、うん、なんかその飛躍、すごい良い点、うんうん、まあテクノロジーとね、うん、そのテクノロジーの対極にあるものみたいなものと、うんうん、なんかいろんな捉え方ができるなと思ってて、うん、でこの点なんか最後はそのサンヤフに参加する作家たちの31歳児の作品も集めようと思ってたんですよね、うん、そう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 なんだ、それこそね、うん、僕たちの友達だったらさ、小金沢君とかね、うんうん、もう呼んでね、だから彼なんかもその言ってみたらメディアとかを使い、新しいメディアとか使いこなすような作家たち、うん、そういう人たちから、ミリシからそういう人たちへのね、ダイナミズムみたいなものがオブルーツ&クラウズで表現できないのかなっていうのが、そうですね、うん、では次は札幌についての印象、うん、または札幌での出展が決まった時にどう思いましたか。いや、美味しい味噌ラーメン食うぞ、ねね、札幌ね、初めてした、爽やかでしたね。爽やかだったよね、やっぱ札幌。初めてだったんでしょ、札幌。いや、札幌は初めてじゃないですよ。何度も、だから山登りに来てるから、北海道は。そうそうそう。うん。それはでも結構久しぶりだったし、ね、やっぱね、札幌、いや、これから札幌で仕事できるのはいいなってね。でも冬は厳しいよね。だから冬。そうか、冬は、だから冬に経験がなかったからね。だから冬の札幌をやっぱね、経験できるのはめちゃくちゃ楽しみにしてました。うん。そうだよね、なんかね。まあ、あと個人的にはね、やっぱりその、うん、自分はいっぱい山登りをするので、うん、これを口実に 山登りとか思ってたんですよ。まあ、うん、そこはカットかな、どうかな。うん、まあでもね、その初めての冬開催なわけだからね、その札幌芸術祭も。すごい期待してましたよ、うん。でもさ、俺たちが行ったの夏だからさ。夏はなんか東京とあんまり変わんないなっていう感じは、うん、
でも、そうだよね。でも冬、雪の中で見る展覧会っていうのを頭の中でイメージしたけど、やっぱりね、そう、やっぱ違いますからね、札幌は、こっちの関東とはね、全然ね、もちろんそういうなんか、自分にとってはね、そういうこう、なんだろうな、自然、ね、自然、自然感みたいなのを持って、やっぱりアイヌの伝統があるから当然だけど、本当はね、そっちだってもっともっとね、これ展覧会の企画に直接関わらなくても、もっとね、この会期中に体験したかったんですけどね、そうだよね。そういうのも含めてすごく残念なんですよ。まあそうだよね。まあでもなんかリサーチしてる段階で札幌のね、地元の作家さんたちの31歳児の作品とか見てる、見ながらなんかその北海道のその歴史を少し振り返ったりとか、そのきっかけが生まれそうな時になんかちょっとコロナになってリサーチが止まっちゃったっていうのはあるよね。そうなんですよ、本当にそう、あそこからでしたよね。まあ実際具体的に多分どうなんですかね、企画内容はもう大体決まっていて、で、まあ具体的にあとはね、リストアップしたりとかって段階だから、まあ全体としては多分6割7割は進んでましたよね、企画の骨格作りとしてはね。まあ骨格はね、本当あとは動くだけっていう状況で、やっとこういろいろね、現地でリサーチができるっていうところでまさにこのコロナ。じゃあ最後、コロナ以降、表現活動にどのような影響がありましたか。これありすぎでしょ。まあそうですね、多分ここも多分青山さんと自分では結構差がある面白いところだから、そう少しまあじゃあ2人、2人で15分以上喋れるっていうのを仮定して少し細かくいく。コロナ以降どうだった、表現活動にどのような影響が。これ別に札幌に限らずでしょ。まあ、札幌に限らずじゃないですかね。多分だからここは多分だから、そのさっきのそのテーマについてのそうだけど、多分自分と青山さんの一番違うところで面白いところじゃないですかね。だからまあ自分はやっぱりコロナ以降、まあ、はっきり表現活動にどういう影響がありましたかって、まあちょっとね、わからないですね。今、進行形で影響を受け続けてるから、具体的にこう影響がありましたからこうですっていうのがね、あまりうまく言えないのが今の自分の素直な現実で、で、例えば青山さんはね、こう、常にこう今コロナに対してリアクションをしていて、それはもうその後、ダイレクトで作品になってるじゃないですか。で、まあ、言ってみればこう、なんかやっぱりこう、ね、常に革新的なことを求めてると、おそらくそのリアクションとしてこういう方法を取れるのかなっていう、で、まあ、で自分はまあおそらくするとはもしかしたら逆で、まあどっちかしたらこう、まあこういうね、絵画、しかも油絵っていうね、オールドメディアっていうか、まあベーシックなメディアを使ってるからっていうのもあるのかな、やっぱりどっちかしたらこうなんか普遍的なものだったりとか、まあ、そういうものをどうしても求めたくなる傾向はあるんですね。なるほどね。で、例えばこうコロナになって嫌顔にもね、こうそれに対応する変化を求められて、でずっとこう常に変化していかなきゃっていうふうなこと言われると、やっぱり体がその逆に反応するんですよね。だからそういう中で、じゃあこういう中でも変えたらいけないもの、変えちゃダメなこと、もしくは変えずにいられるものってなんだろうっていうのはやっぱり、ね、考える、方向に結構頭の中に行ったかもしれないですね。でもこれ結構、でもそれ面白くてさ、例えばこの31って企画をやった時にね、例えばそうだな、俺なんか逆にアートは時代を映す鏡だと思っちゃってるから、そのアート、その作品を見たらその時代がもう捨てて見えるようなもの、だそれをなんか極端な話を推し進めようとしたのが今コロナ中の活動だったんだけど、だね、言ってみたら作家はここで作品、まあ、展覧会もなくなって、どんどん潰れていくしさ、アートフェアとかもなくなって、発表の機会はなくなってるけど、ここで作っとかないと、なんかその時代を映す鏡としての役目が果たせないかなと思ってやってたんだけど、でも行ってみたらさ、31歳でこうやってバーッと並んだ時に、俺はやっぱりその目も少し見ちゃうわけ。なんか、例えばさ、神田日照とかがこうあった時に、その神田日照を通してその時代を見たいと思ったけど、逆に原くんの話だと、その中から、時代を映す鏡というよりかは、なんかその変わらない普遍的な何かを見出したいみたいな。今にね、ダイレクトにつながってみれば、もしくは今と同じ対等に見えるものは何、それこそ31って並べたら、おそらく当然そこを見つかったであろうなとは思って、そこにすごく期待してましたよね。まあ俺もね、そこは見たいなとは思いつつ、でもやっぱり
でもこれってあれですよね、捉え方、うん、例えば普遍とか革新っていうのも、そうすごい関連的な言葉だから、もちろんそれに対する捉え方、だからおそらく例えば青山さんが常に革新でありたいと思っていても、うん、その革新っていう中には自分にとっては普遍でしょうと思う部分が含まれてる。青山さんにとってベーシック、まあね、自分がこう例えば普遍って、普遍なんかどっかであり得ないって思いたくなる一方で、でももしかしたら自分がやってる普遍は、うん、青山さんにとってはね、それ革新じゃないなと思ってるところもきっともしかしたら、うん、まあ一体来たりするよね、うん、そこは。でもね、でも大元ではどっかそういう信じてるところに違いがあるんですよね、うん、でもだからこそ多分おそらくこうやってねチームを組んで、うん、こう企画をやるとその、うん、ね、両立からこの3人取られるのがやっぱ結構面白い、やっててね、まあ、刺激的です、ね、そうだよね、うん、だから逆になんか俺なんかはその31歳の作品のリストを見たときにもっとなんかその10年おきに刻んで1930年からさ30年代から40年代50年代60年代こう10年ごとに刻んで1作家選んでた時にもっとその作品を通して時代がバーって見えるのかなと思ったんだけどそこはなんだろうなだから今回やっぱりミリシーのでも血を引く作家みたいなちょっと縛りがあってさ若干絵に寄ってたじゃない。はいはいはい、だからなんかあどっちかっていうとあんまりその革新的な変化はまだ探せてない状態だって、うん、正直とかあるきっとでもやったらきっとそこから青山さんたら多分いろいろ見つけてたんじゃないですかね見つけたかな実際バーって並んでさでもさこっからここの年代はさなんかやたら赤が多いぞとかさあとで、ね、そうありましたありましたあとなんかこっからここまではすげえうちにこもってたけど、うんここから先からなんかやたら外にパブリックに向いてるとかそう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 だからね神田日商とそこの川又さんが1968年と1983年で同じ部屋にこうあるんだけど、ね、神田日商と川又さんのその内と外の対比みたいなベクトルの対比みたいなのがさ、うんうん、神田日商が内の中でこうやってこもってるのに対してさそうあのこもってるなんか、ねうん、あの作品とかやっぱこのコロナ禍であの作品見るって結構やっぱね心に響きますよね今逆になんか川又さんなんてさ、うん、俺横浜で工事現場の足場ガシガシ組んで外でね、うん、コロナ禍だからこそのなんつうのリモートパブリックアートみたいなのやってるじゃない川又さんの緊急事態宣言発動中、うん、あの自粛中は主にどうした自粛中、家で作品作ってた。あの一番その外に出れない時、うんうん、このエブリデイアートマーケットのシリーズ生まれたのってそのタイミングでしたっけ、うん、やっぱりそうですよね。だからどっちかって作ってる態度としてはもう神田日商の部屋にこうやってうずくまって、うん、だけど常にそれはね、うん、世に出すその常にね、リアクションを常に更新し続けてたわけじゃないですか、うん、そうそう、まあ、作品はね外にインターネットに載っけ出して、うんあの時、自分は何してたかというと、うんまあ、なんかやっぱなんか出れないから、うん、こう自分、やっぱなんかね、時間がね、いっぱいあったから、うん、あの万葉集と古今和歌集を全部読破しましたこの差ですよ。その差ね、やっぱでもそれを取れる時間がなくて、うん、なんかね、どっちかというと今、ね、自分は画家だし、うんね、こういう普遍とかって言ってきながら、やっぱりでも、常におそらく、これで気づいたんですけど、常にこう、どっかでこう開いていかない、社会に開いていった行動を取らなければ、ダメだろうって、うん、どっかでいつも、なんか、脅迫観念のようになったんですね。うん、だから、この、ね、すごく、個人的なというか、主観的な絵を描いておきながら、うん、その作品を常に開くにはどうしたらいいだろうってことを、無意識、当たり前のようにそれをやらなきゃっていうのが、うん、多分あったと思うんですよ。うんただなんかこうやって時間がね、ぐっとできて、そのなんかね、万葉集とかをひたすら読んで、で、自分の作品を本当に見つめて、まあ、言ってみれば、自分勝手に主観的に なった時間を得て思ったんですけど、やっぱりなんか、作品良くなったんですよ、その後。うん、自分の絵が、うん。絵が良くなったんですね、少し、うんうん。だからやっぱなんか、画家には多分どっかでそういう、なんだろうな、うん、やっぱ自分自身を縦に掘る。うん、どっかで他を無視して、うん、掘る時間も必要だったのかもしれないって改めてなんか、まあ、それはもう分かりやすくインプットしてるわけですね。そうそう。だからこれが当たり前だけど、うん、こういうことすらできてなかった逆にそういうこういうことできてなかったんだなってちょっとすごく初歩的な、うん、そこにねなんかね気づいたかもしれないんですよ。だからまあでも、うん、結局はでもそれにばっか今度言ったら当然それはもう何も見えてない人になってしまったらダメかもしれないので、うん、まあ最終的なところはそのバランスかもしれないんですけど。なるほど。
豊かじゃないですか。俺なんて逆にもうさ、インプットしないでもうアウトプットしかしてないから、うん、どんどんなんかネタはなくなっていくし、自分のもう、それみんな多分それ思ってないと思うんですよ。うん、でもネタがつきてる。いやもうげっそりなんか今、全部がなんか痩せ細ってる感じで、今、豊かさの真逆に。毎日どんだけ出てくるんだろうってみんな感心してる。いやいやいや、でも今はもう完全にあれでも、全部痩せ細ってて。アウトプット疲れ。すごい尊敬します、ね、でもバランスだよね、やっぱりインプットもやっぱり必要だし、うん、アウトプットも、ちなみに説明しておきましょう。これ一応これがだからあれですよね、今回 の, その、まあ、企画のためになんかイメージを、まあ、そう、ね、少しこうなんか今日展覧会の企画をもちろんそのね、ずっとこの打ち合わせではエクセルの表と、ね、うん、向き合いながらそのやってるんですけど、やっぱそういうのだけは伝えきれない部分がいっぱいあって、もう少しこう感覚的にこの展覧会の構成を、ね、我々アーティストがキュレーションする形でどういうふうなものにしたかったかっていうのの時に、うん、まあ、ちょっとこうドローイングのようにした方がきっといいだろうっていうことがあったんですね、うん、それでまあこれを作成したんです、うんうん、まあね、31階に入るとあれ、そうだね、1階はそのあらゆる世代のその31歳の作品で満たされてる。で、札幌のね、一番最初のディレクターって、ね、前々回のが坂本龍一さんだったけど、坂本龍一さんの31歳って戦場のメリークリスマス作ったってことがあって、うんうん、この会場にグランドピアノがあるから戦場のメリークリスマスをずっとなんかね、が流れてたらいいよねっていう話とか、うんうんうん、あ、まあでここ一番最初入って、まあ年表があるのか、年表があってミニ氏の年表がずっとあるんだけど、そのミニ氏の年表に付け足すような感じでなんかみんなの年表を31歳児の作品ですね。そうミニ氏の年表は31歳で終わるけど、そこからずっと永遠に2020年まで31歳が続くっていう、それが一番最初にこうあって、うん、でね、1935年ミディシの死後の次の年からの南波田さんの作品があって、そこからこう回ってって現代の作家に来て2階に登ってミディシの作品画像を見て、そしてここで初めてなんだ、まあで、まあ、展示の、うん、なんか趣旨みたいなものを全部、理解してもらうような設定にして戻ってって、もう一度あそうだったのかってことでこう見てもらうっていう。そうそうそう、そう、それでね、偶然なんか僕の作品の原君の作品がこう2005年2006年に並ぶんだけど、まあ僕は結構空をね描いた作品を31歳で作ってて、原君はどっちかって言ったらその人の足だけど、ね、根っこをなんかメタファーにしてるみたいなね、うん、偶然なんですね、これね。そう偶然で、だルーツとクラウズが並ぶぞっていう、そうだ、こういう偶然がだからここだけでも本当にあっさりと起こってるから、おそらく31がバーって並んだ時にはいろんなそういう新しい発見や偶然がね起こったかもしれないってことなんですよね。 それでなんかね、作品の読み替えとかそういうのが起こったりね、うんうんうん、まあそうなればよかったかなっていうところだね、うん、それからこのね、この美術館の黄色い部屋があるんだけど、そこはなんとなくイベントスペースに使いたいって言ってて、うんうんうん、北海道といったらね、ブルーハーブ、そう、ブルーハーブに来てライブしてもらいたいなみたいな話をしてたんで、そういういろんな、いろいろありましたよね。北海道で活躍する31歳、うん、北海道中から集めてなんかシンポジウムとかしたらどうかとか、ね、そういういろんなアイデアがありました。そう31歳の人はタダにしたいとかね、そう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 、いろいろありましたね。それこれどうなんですか、こういうの見て、まあなんかね、こういうことが行われる予定だったっていう、うん、でももどかしい思いでいっぱいですけどね。まあでもなんかね、うんうん、こういう、まあ、プレゼンする機会をこういただけるだけでもありがたいかもしれないですけどね、うん、もちろん、うんうん、そう、まあでも裏テーマとしてはね、31歳の感性、チャレンジ、精神、それからまあ歴史、うんうん、みたいなね、うんうん、ところでしょうか。はい、じゃあありがとうございました。なんか質問がある方は事務局まで。